マリアーノ・デ・ラパス・グラエルス・イザベル・ミズアを、マリアーノ・デ・ラパス・グラエルスは、スペインの医師、博物学者である、ラ・リオハ地方の取り潮で生まれた、医師となり、マドリード中央大学の比較解剖学の教授となった、政治家としても活動し、上院議員なども務めた、王立自然史博物館の動物学の教授を務め、マドリード王立植物園の園長も務めた、後に、 マドリード中央大学の比較解剖学、生理学の教授となった。スペイン王立科学アカデミーの創立メンバーで副会長を務めた、カルロス三世栄誉勲章を受訓した。昆虫学の分野での活動で知られ、約75に及ぶ新種を記載した論文を発表した。その中には、スペインとフランスの限られた地域に生息する独特の染薬の模様を持つが、イザベラ・ミズアを または、イザベルミズアオが含まれる。グラルズは、植物の学名で命名者を示す場合に、マリアーノ・デラパスグラエルスを示すのに使われる。ありがとうございます。